ういえスプッチだーってことで、今回はですね、まあルークなんですけど、バルログ戦から始まっていくと、おお、ああ終わっていく。多分壁じゃすると思うんだよね。ちょっと時速だからね、有利だね。はい、有利。もうこうなったらバルグおしまいです。バルログは爪が剥がれるまでバルログ有利、剥がれたらルーク有利です。はい、爪剥がすのが第一目標です。分かんなかったな、今どっちがいいか。おっと、おマジか。あーっと、あ壁じゃないと思った。いやいや、俺引きチューバー追ったけどな。あ、前捨てじゃなーい。そっか、前捨てするバルログが多いんだよ。マイナス2か。あ、早っ。うわっ、早っ。ダブルで早っ。え、うそやん。俺なんやろ、中段見る前からもう立ってたで、なんなら。バックしてじゃない。あ、バックしてた。ほか、誰だった。うん、あっ砕け通し。いやー、その対空はないでしょう、あんた無敵ないでしょ、あんた剣の新竜剣で対空されるのもんだぜ。あ、無理。まあ、なあげ。うぃー、危ない危ない。バルログはな、リバがな、後ろに下がる系リバだからな。これに答えがねえんだよな。まあ、そこだけな、かわいそうやな。そのリバ。そういう瞬間だけ。まあ、基本的に一尾めちゃくちゃ弱いんだけどさ、バルログのリバって。移動系リバの中でかなり弱いんだろうけど。暴れよるんだ、こやつら。フリーフレームだとリバーでフリーフレーム背負った後暴れる。硬直はまっ、あーくない、めんどくさい。俺もゼクになくなきゃったらな、そういう感じになってたんやろ。あ、無理。いや、なんかもう大工出ねはい、カウンターしたら繋がっちゃうよ。バルログ退屈だよねー。てか初手飛んで退屈をしてるかもな。垂直でだけ退屈だけしてんだ。ああ、くれ。まあ、ここは。あ、後ろ下がってた。へえ、あ、意外と後好きだ。いい3ゲージふんだんに使った固め。楽しんでもらえたかい。絶対楽しくないだろうな。俺らは楽しくない。まあ楽しくないだろうね。あ、てか、サプレッサー使っていいか、次の試合。うん、使ってみるわ、サプレッサー。と、一時期使ってたんよ、俺、サプレッサー。前してサプレッサーが最強って言いながら使ってた。それぐらいです。ショアムーン。おーっと、影。尺についてで、玉抜け狙うぞ。あ、てか、あれだ。スキル買い忘れた。ま、いっか。
中継くらいたくない。早く。ういすぐしゃがむ。立ち中パンなら負けてたな。危なかった。読み合いだな。読み合いかな。いやー勝利権無理。こっちが目無理。そっち行かして。いやーこっちがな、玉抜き狙えないんだよな。ああそうか、それするわな。当然落ちてた。はい確定。影のジャイパンこっちも長いな。あの波動拳と EX 灼熱の EX 灼熱じゃねえな、普通の灼熱のあの玉だけ狙ってただけなんだけどね。でもどうなんだろう、カラキャンできるからな。影足は先行でダメかもしれねえ。俺が狙ってたらラッキーかもな。てかなんで俺が 2P 側じゃねえんだよ。 1P が玉だけできなんてってマジで。あーし、いい 2P 側ゲッチュ。あまあーあーなるほど、刻み重視。まあパノスかダメでした。なぜなんかな、ぴったしぴったぴったしスタンされたわ。そう投げや。ここ。おお。いろんな技が出たけど、セーフ。マジか。ええー。あ、死んだこれ。死んだこれ。いやー投げを投げな。あのあとな、オクラスぐらい入れてんだけどな。あのさ、コパンナーとオクラスぐらいってできねえのかな、よくわかんねえんだよな。硬直変わってんのかな。あのキャミーとかさ、カリンとかのあれもさ、オクラスぐらいできねえんだよ。あれグラスと全部簡単なの。ちょっとおかぴーよな、わかんねえんだわ、そこらへんが。そこ中継ダメ。なんでだった。あ。ほら、オクラすぎ。なんでダイゴス？はい、やっと決まった。ああ、それやるよね。投げでしょうね。あぶね。あ、削り猿あった。頭から抜けたわ今、削り猿。だから攻めなかったのか。あ。相手してなかったですよね。おい、嘘やろ、なんでアフレに負けとんの俺。アップライチやからか。はい、まあここはほんと確認した方がいいんですけどね、できないから。
はい、最強。ピッピ。置き詰めついてるかどうか調べたことないぜ、これにだ。これに置き詰めついてるかどうか調べたことない。多分ついてるだろうって感じでやってるけど。ついてないんだろうな、多分な。そんな感じの気がする。ちょっと次はサプレッサー使おうかな。次やな。よーし。普段なら絶対サプレッサー選ばないけど、サプレッサー選んでやったぜ。あと、このタイミング絶対スキル1っす。ピッピピッピ。それそれ。いや、なんか馬ぶった。絶対大パンでいいのに。お、なるほど。マジで見たんだが、ここ手出さない。それは確定。やっ、あっぶら。投げやったら死んでたぞ。いや、バイオ使いってさ、大剣やるよな。ただ俺は大剣されてもさ、負ける。何やろ、コッパン押してるのに大剣にクラカンしないから、カウンターすらしないんだよな、俺のやつは。あ、バックしてね。足食った。それね、ちゃんとスキルキャンセルしないと置き攻めつかないよ。俺バイソンのこと知ってんだ。痛すぎだろこれな。なんでそんなさ回答できてんのお前。サプレッサーに投げ無敵はございませんでした。起き上がり投げ無敵打ったんだけどな。そうやね、これ使っちゃダメでしょ。はい、連打してた。いやー、サプレッサー。いや、生きてねー。いらないだろこれ。俺うまく使えねえよこれ。だってさ、多分一番出番があるのってさ、あれなんだよ、中小で締めた後前してプライオンでさ、下がれないの、シミできないの。だからその時にこのサプレッサーがめちゃくちゃ生きるんだけど、バックステでいいんじゃんね、なんかもう。確認できないだろな、これ。自分。やつ。はい。めちゃくちゃ入力しすぎてさ、なんか、あー、スキルワンだな。あ、差し返し。いや、普通にリバーサルなんですけど、リバー漏れ。ここね、前ジャンプするとうざいらしいよ。あ、ちゃ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 、それむずいらしいよ。だから
マジか。またね。これだけは調子。はい、見てから。見てからっす。どうだろう、どうだろう、これはサフレさんが生きたと言えるのでしょうか。いや、言えない、これは言えない確実に言えねえんだけど。いや、まあ、バイソンは絶対スキル値だからな、結局。あとこいつ読みが強すぎ全然いけなかったんだけど、サフレさん終盤ちょっと生きたけどな。すげえちゃんと投げ抜き入れてるのに投げるサフレさん効かなかったわ。あ、ちょ、YouTube 見てた。ありがとう。ごめんな。ごめん、YouTube 見てたわ。マッチングするわけ、俺 YouTube 見てんねんか、他のウィンドウでさ。気づいてなかったわ。サプレさんなってないし。ああ、やる。あ、いた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 。はい。はい。あ、ちょ、ここはあれマジで無敵。ちゃうやん、弾なんですよこれ。そんな悪いことする気なかった俺、別に。そんな、なマジか、重ねるか、しかもやるじゃない。垂直基地基地、たまに発電の基地一発ならな、あまり抜けないんだけど。いい、こういうのはね、これがな、うせやん。離す、いや離さない。あー、振り向いてるー。いや、分かっちゃうんだよね俺、ザンクは。ザンク分かっちゃうんだ。あ、ここザンク来るみたいなね。ザンク嫌いすぎて、ザンク嫌いすぎて分かっちゃうのよ。いや、いや、クソ。いい？ないよねー、ゲージが悪いね、なんかね。せっかく待ってくれたのに、なんかこんなね、ちょっと箸でね、いや、置いちゃってね。ごめんね、なんか。君、いい人だね、あなた。いい人だ。まあ、今の時代で動き使ってる人はいい人だよね。このね、今の時代に動き使ってる人はキャラあふれてるよ。まあ、残酷は許さんかな。残酷は許さんかな。なんだよ。悪かったよ、ルーク使っててよ。おう、またスキル回復、YouTube 見てても買い忘れたわ。ダメだ、これ。もう、これが一番ね、結局最強ってことだから。早い。さすがに今の早かった。回復できすぎだね。あが、お前、俺が伸びたんだろうけど。あ、そうしら。お前、舐めてんだろ。舐めてるっていうか、その中段最強なんだけどな。俺、ディレイかけて立ってるだけだもん、今の。あ、強すぎー。な、クソのヘロ。ラッキー。ちょっとこういう時だけサプレッサー欲しいね。はい、大きい攻め重視。マジ、あの最強っす。ちょっと途中だ。
いや本当に最強なんだよな、でも上山抜きで。あの許しちゃいけないと思います。こいつがこれは許しちゃいけないと思います。全部投げれるね。当て投げしようかと思ったけど CA が匂ったからやめときました。CA 匂ったわマジで。めちゃくちゃ CA 匂った今。ポーンと CA の匂いしたね。気のせいだったけどな。全部気のせいだった。俺が CA の匂いした時ってあんまり CA 来ないだよな。でも3割の確率で CA 来るから、まあ、結構敏感かもしれん。まあ、こういう時に食べちゃうんですよ。合う。ああ。いや、そろそろ話したくなるのかな。思ってたんですよ。ああ、まあ、ここバックして。なぜなら。いや、中足長すぎ。前打ちしすぎ。全部噛み合った。マジでこいつの中断、どうにかしようぜ。アルマスでこんだけ困ってんだぜ。あい、こんだけやるって分かってる相手に。まあ多分、弾見てるかマジ。ああ。投げ好きだね。あっかんってそれだけはマジで。あちょっとやばいぞ。CA が一緒によ。匂ってたってー。それは嘘だお前。嘘だよ。それ嘘ついてる。あ、やるじゃないか。いや俺はなんだろう、食らうと思って打ったわ。普通に舐めたわ。うん、舐めてた。あのこれの良くないとこさ、相手がちょっと上手いと急に通じたくなるんだよね。一緒通じるやつは一緒通じるんだけどね。途中で対応してくるタイプのやつが一番苦手。ああ、使えなくなってしまったよ。あいつの100機は100機じゃねえ。オロチは一生通用するのにな、おい。中段じゃねえ。俺は嫌いなの王子なんだけどな、こいつ。まあ、中段ね。言うて中段はさ、初心者当たるのガン。まあ、こんななくても強いんだけどさ、シフトとか全部変わるし。はい、最強。それです、マジで最強。手がれっぱなしでいいもんじゃないからな、その技。脅しは道具じゃねえんだ、そいつは。うん、やっと投げ入れなくなった。多分飛ぶんだよな、でもあの人ね。ここ、あー巻いてしてよかった。巻いてします。巻いジャップします。また重ねられました。あーあり、おめえもあれか、前投げからよ、技が重なる組か、地上ぐらいで。うっ、マジで切れそう。あ、最悪、よかった。おお、おばんから。ダメだ、おい。あれだ、こいつ中足ガードしたら決め込んでやがるな。
いやー違った、絶対 CA だったこれ。なあ、まだ投げれるのか。You win. 自分を持ってる彼になった。うん、あそれにしても中段かな。えぐいキック出したわーマジで。ダメだってあれ、ほんとあの中段良くないよねほんと。俺初心者隊の時、うん、やばかった記憶あるわあれ。初心者出てくるよ、やべえんだけどさ、あの下のやつらってさ、一生ブン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 回すのうまいんだ、同じ技。この人あんまし使わなかったけどさ、で確定がクソらしいの下のランク帯やと。一生ブン回されてもリターン負けするっていうね。あの本当に地獄な戦いでしたね。あとは特徴の鳥があのしゃがみ小判で暴れりゃいいっていうことを知るまで、あの最強だと思います。強制タクだからな。まああの皆さん、カリーのトリガーはあの突進技をガードした後しゃがみコパン連打しましょう。すれば勝てます。それがコツです。それしできないと負けです。では大会やるんでご参加お願いします。5月27です。よろしくお願いします。さらば。